どうもこんにちは。宣伝部長の小一です。今日は現金の行方を追えってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、先日の債権者集会の、まあ、目録っていうんですかね、中身を見ていくと、本当にまあまあ、ひどいお金の使い方というか、まあ、使い道もそうだし、額もそうだし、まあ、むちゃくちゃですと。で、その中でもやっぱり目立ったのは4,150万のプロモーション費ですね。 はいでその中においてはまず1650万がですね現金でどっか行っちゃったと。<laughs> で,で1500万がこれがな、ね、いわゆるまあ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 ,まあパパさんの会社って言っていいのかなまあだとだ,だなわけですよね。でそしてあとは1000万は振り込みはされたんだけどもその人がどこの誰だかようわからんみたいなねいう感じになってますという。 <laughs> 感じですねでしかもこの1,500万は建て替えたって話があるからじゃあ振り替えを出してねって言ったら出してくんないって感じでまあこんだけ怪しいことをやってたらねお金を逃がそうとしてるのかあるいは使い道が言えない使い道なんじゃないかなっていうふうにまあ思われても仕方ないですよね。でその中においてやっぱり以前からちょっとその私が疑問に思ってた点とこう合致するというか。 なんかでも最近、なんかその話でもなんかみんななんかそう,そういうふうに思いつつあるというか <laughs> いわゆるこのプロモーション費用っていうやつですねが政党だって政党のために使ってるの全然見えないですよどこでプロモーションしてたのみたいな逆にめちゃめちゃ活動していたのは立花隆アンチ活動 n h k ディスそれから大津さんを批判する人に対しての攻撃再建者攻撃みたいなことはいっぱい見ましたよねと。<laughs> <あの笑>で あれがまあ自主的にね無料でやってるかもしんないけどただあそこに活動費出てたらまあめっちゃわかりやすいよねっていう風 <laughs> にまあちょっと思ってしまったというところですよね。たださすがに4,150万っていうのはどうかなっていうところがありまして。 ただ、なんて言うんだろうな、でも、その、建て替えたと言われている1,500万ぐらいだと結構、あの、なんかしっくりくるというかね、例えばですけども、翼の塔に1,000万とかね、あるいはそれ以外のいろんなことをする方々に対して、いっぱいいらっしゃるから500万みたいな感じで、まあ、振り分けててもおかしくないぐらいの金額だなっていうふうに思ったんで、まあ、これも合ってるかとか知りませんよ。<laughs> あの、ただ、それくらい疑わしいお金の、まあ、いわゆる秘得をしていると。 いう感じなのでまあ、今回この話をしつつ「えっ、ー、とみんなで作る」との方が昨年の末にこういった政党除籍の使い方について何か話し合いをしたものを、まあ、最近またわざわざアップしてですね当然そのの中身においては <laughs> あ<の笑> <laughs> このようなお金の使い方をして、ま、いはいけませんみたいな <laughs> っていうかこんな怪しいとこのレベルじゃなくってもっと透明にしましょうみたいなことであるとかその説明責任を果たしましょうって書いてあるんで、まあ、いつものブーメランコースの話をやっていきたいというふうに思います。 はい、というわけで、こちらはね、債、え、権、っと、者集会の、えー、資料になりますけれども、こちら、のアカウント名、刑事さんがまとめ、綺麗にね、まとめておられるので、こちらからちょっとお借りしてますが、まあ、詳しくはあの下に貼っとくんで、よかったら見てくださいって感じで、で、これについては、先日もご紹介させていただいたね、えー、4150万、プロモーション費用の内訳みたいなやつですね。で、最初の説明においては、1650万は、小口現金とかね、1500万は、 えと建て替えで、まあ、パパの会社に払いましたよとかですねそのかそうなんですけどどこに払ったんですかっていうの出してこないとかでそれから1社への1,000万、まあ、振り込みについてはこう登記されてないとかで怪しいみたいなね <laughs> あの全部怪しいってここまで怪しいのありますみたいな感じなんでまあだからちょっと返せって言ったらもう一回説明が来てまあ えっとですね4,150万をなんか返金してもらう方向性で話してるっていうのでまあこれ見てるとなんかああじゃあ返すのかなと思いきや最近の大津さんの説明を見てるといやいや返す気ございませんとしか読めないんですけどね。はい、まあ、というわけでまあ私としてはこの中においてですねちょっとねやっぱりそのまあこのまずこの現金ねこの現金はその <laughs>。 追えないからまあ戻ってくれば別なんですけどねでこっからどこ行ったんだろうってまあ一つありますとでまあ隠してるのかもしれないけどでもう一つはですねこれは建て替えたって言ってるんですよねはいでまああのはいでまあ なんだろうなわざわざ振り込んでるんでね債権者手続き進んで、まあ、例えばこの現金なんかは、まあ、その辺りでなんか急に立花がなんか破産手続きするぞって言ってると言ってるぞって,って危ない危ないっていうかあのいわのち下ろしとけみたいな感じに現金に見えるじゃないですか。 で、もうそっから15日経ってんですよね、振り込みっていうのは。まあなんかでもこれ破産手続き通んないんじゃないかな。でも通っちゃったら、えー、っと、ここからお金引き出せなくなっちゃうから、今のうちに以前建て替えたものを払ってねっていうのをやっててもおかしくないのかなって感じですよね。で、じゃあ何を建て替えたんですかっていうのが <laughs>、まあまあ、ポイントで、まだね、事務所の費用とかだったらいいんですけども、事務所の費用については別のところで、まあ、桁が一つぐらい違うようなものが、まあ、計上されてるって感じで、 えっと、例えば、従前ビルのね、重機備品ですね。で、これについては多分20万円台だと思うんですけど、知らない間に工事してれば別ですけどね、まあとにかく、まあ、ただ、あの、なんかこう、重機、まあ、でも重機って書いてあるわけね、工事費って書いてないもんね。だから、まあ、ただの重機備品だから、まあ、二十数万でしょうというふうに思うけど、まあ、ここに、例えば400万くらい乗っけてると、まあ、いや、とにかく、むちゃくちゃなんですけど、あの、っていう感じですよ。だから、まあまあ、 あの変な話他もめちゃくちゃ膨らんで書いてあるわけだからあの普通に考えて何かの費用はこっちの方に含まれてるんじゃないかなっていうふうにまあ思うのが普通ですよね。はいまあ、ということなのでじゃあ何を建て替えたんですかっていうと、まあ、いわゆる組織対策費何 <laughs> て言うんだろうな。 まあ何かこうね王子さんにとって、まあ、プラスと思われるようなことをあうんの呼吸でやってくれる人に対して活動を支援するよみたいなことはまあまあできるっちゃできますよね。はいまあ、っていうところでありまして、はい、という感じでね、まあ、とにかく何か私的にはねこの1500万という額がそういう意味においてそういう意味においていいですよそういう使い方していいかどうか置いといてだし本当に使ってるかどうかもわかんないけど。 まあなんか裏工作費じゃないですけどね。としてみたらまあまあそんくらい1,500万って言われるとなるほどねって <laughs> 思ってしまうまあまさかにここにねベンツ代っていうんですかねなんかそういうのは入ってないというふうに思いますがまあいずれにしてもですねまあまあの額ですよねはいまあだからねなんかもう本当に前から思ってたんですけどねだから立花さんの活動をある種邪魔するようなことをねずっとやって。 まあまあ一つは何でそんなことをするのかもよくわかんないってのもあるしまあライフワークなのかもしんないんですけどあともう一つはだから活動費用っていうあの <laughs> どっからかなみたいなねいう感じでまあある程度例えばね YouTube 収益だったり寄付金等々がある程度計算したとしてもそんなにねまあ裕福って。 っていうかまあまあ収入って言ってもまあそこまでじゃないんじゃないかなっていう感じなんでそうまあ他にもねお仕事されてるだろうと思いますけどもまあとはいえなんか。 ちょっと金持ってるアピールがですね、各所なされているので、<laughs> あのなんでかなとか、あるいはもの、なんか物がね、なんか機材がね、良くなったりとかっていうのを見ると、なんかね、もう勝手に私の脳内ですよ、まあ、妄想だと思いますけども、つながっちゃうな、みたいなところがあるわけですよ。はいまあ、というわけで、まあ、そういう、まあ、疑いを持たれても仕方ないぐらいのわけわからんお金の形状をしていて、で じゃあこれって、まあ、当然現社の政党助成金なわけなんですけどもそういった政治資金についてのね、まあ、お金の使い道についてえみんなで作る党ではどのように話されていたのかっていうのをご紹介したいんですが。 はい。というわけで、こちらはですね、みんなで作る党のノートの方ですね。まあ、月額1000円回避を取ってるやつですね。まあ、無料の部分もあるのでご紹介すると、えー、と政治資金に対する考え方ということを、昨年ですね、の11月24日ですね。えーと はいまあ、この時に2020年分の、まあ、政治資金収支報告書に関する各党の談話から、まあ、みんなで作ると原案を考えたというところですかね。はい、ということで、まあ、ちょっと前にこのような、まあ、話し合いっていうんですかねを,を出したと、まあ、原案でっていうんですかね党として政党っていうか政治資金についてこのように考えていきましょうというものですね。えー、とまず自体の政治資金について えー、政治資金は十分か足りないか政治資金についてどう考えるかということで、えー、小さい党としては政治活動を進め選挙を戦っていく上で政党交付金に頼,ざる頼らざるを得ないがって言ってるんですこう自分たちで、まあ、取ったやつじゃないんですけど政治資金の調達の仕組みとしては現在の女性制度を廃止しふるさと納税や寄付による投票制度などを参考にしつつ減税とセットで もうちょっと何言ってるかよくわかんないですね。はい。国の、あの、<laughs> よくわかんない。まあ、これなんでよくわかんなくなってるかっていうと、自分たちでゲットしてないからでしょ、その。 まあ国政政党ねでそれを作る上において立花さんの場合は借金したりとかいろんな形で作り上げたまあそれでも奇跡的なわけなんですけどね、まあ、とにかくまあその時にまあ借りたものとかもあるわけなんですけどもまあその辺についてもその借金は立花会そして立花さんが返せとで政党助成金は我々は使うのだみたいなこと言ってるんですけどあの <laughs> まあだからとにかくそのように自分たちで取ってないものなので。 なんか上から降ってくるみたいなイメージでここでは語ってますよね。ふ普通はお金入ってこないですからね。<laughs> あので、まあ寄付とかね、まあ、応援してもらったり、ボランティアとか等々で、なんとかちょっとずつ大きくしたり、あるいは、ね、あの寄付金集めたり、投資集めたりして、ちょっとずつ大きくなるのが一般的ですよね。あるいは、まあまあ、多額の借、えー、入金を入れてで、それによってたくさん立候補者出してとかね。はい,っていうことだと思うんですけど。 で,、まあ、いいやで2つ目政治資金をもとに今後どのような活動を進め <laughs> 質問してるのは誰 <laughs> <あ>の <laughs> はいまあいいや、えー、とどのような活動を進めていきたいと考えるかということで、えーとえー、女性若者の女性の政治参加を促す上でも政治資金や税などの公金の人に関心を持っていただけるような制度改革を進め 行政、特殊法人などの税金の無駄や既得権による弊害人などについて広く知っていただくことで NHK をはじめとする特殊法人公共サービスの議論を喚起していきたいって感じで、まあ、一応で何かがも,もっと NHK から国民を守るとのっとったから無理やり NHK 問題をここには入れてるっていう感じで、まあ、結局ここも何を言ってるかよくわからないっていう感じですよね。で、えー、と3つ目 政治資金を透明にする必要をどう考えるか国民はな何を求めていると考えるかということで国費が投入されている以上それが必ずしも政治活動と直接関係がない特定の個人または団体の利益のために使われることは現に慎まなければならないというふうにまあ自ら言ってるわけなんですけども1.2億も、えー、とどうやって使ったんですかあの <laughs> 政治活動とどう関係があるんですかと。 っていうところですすよねねまままあ無理があります、ねまあ、この時言ってたことと比べるとねしかもこれ今最近これわざわざ出してきてますからね、まあ、そのように使ってるっていうふうに言いたいのかもしれないけど無理がありますよねいやすごいなしかし <laughs> しかし残念ながらそのような私利を図った人が散見されるということでね事務所の重機費用で600万以上計上した人が何を言って <laughs> だと。 えっと、あと旅費交通費も台湾旅行が入ってないのに600万超えてるとかね何に使ったの <laughs> 本当にねで国民の政治資金の人に関する信頼を回復するためにもう無理やろうあの信用一切できないで,で政治資金の人の透明化を今以上に図ることが求められていきますって感じでもうだったら自ら全部公開したらねいいかなと思うんですけどもう本当にね あの破産完済人からですよちゃんと答えてねってことに答えてない金返せも答えてないっていう状況ですよね。でこの制度で政治資金に対する信頼性が担保されると考えるかということについて現状の制度は不適切な使途であったとしてもその他の経費に分類することができということなので、まあ、おそらく、まあ、ちょっと今度の収支報告書が楽しみですね。 あの多分ですけどそこを揃えるためにそんな変な使い方してないと思うんですけどその他の経費どのくらい行ってるんでしょうねみたいなあの今公開されているものとそこではねあのわからないようになってるかもしれないですけど金額とね今今回出てきた金額例えばどっかのねどっかの講演会に渡っていたお金とえー、っと収支報告書に書かれていたその他の経費かわかんないけどあのが金,金額一緒だったらあの。 <laughs> バレますぜみたいな話ですよね、はいまあ、どういう処理してるか分かりませんけどね。で領収書についても、えー、振り込みのため添付できないという言い訳がまかり通ってしまっているということで、まあ、これだからもうルールを分かってる熟知してますよね。その上で、まあ、収支報告書も、まあ、書かれてるということになりますね。でこれでは実質的な資金使途の適否の検証は難しく。 政治資金の人に対する信頼性は担保されないと言わざるを得ないということで、自ら不透明な資金の使い方は今ね、現状を進めておられるということで <laughs>、あの <laughs>、すごいね。で、使途の透明化とともに実質的な監査の制度が求められると考えるということですね。はい。しかしね、これ、だから、自らね、透明化して、 だ監査でねまあ、まさに立花さんとか入れたらいいっていうかまあ、破産管罪人のまず求めに応えてない時点でちょっとどもうダメだと思うんですけど <laughs> で、えー、具体的には幹事の権限の強化複式簿記を基礎にした監査方法の導入が必要ですということですね。はいね まあここまでおっしゃってるにもかかわらず破産完済人のなんか整理の仕方と違うんでわかりませんみたいなことを言ってましたね。で、えー、っと、そして9、五ですね。その他、政治と金の問題は繰り返し行われ、うん、まさに今見てる気がしますね。うん。国民の政治不信を招く大きな要因といいますと、本当にその通り。 会社法では厳しく罰せられることがあるのに政党や政治家に対しては許容され罰則も軽いというザル的な状況は続いていますというふうに思っていたので好き勝手使っっちゃったのかなだから多分ここで一生懸命調べた結果まあいわゆる政党のお金って結構何に使っても大丈夫だよねみたいなことを知ってしまったわけですよね。ところが破産状態にあるっていうことを丸無視し,していて。 これの後に、まあ、破産手続きまで本当にされちゃうっていうのことによってですねまあまあいわゆる破産法によってまあなんて縛られるということについては、まあ、よく分かってなかったと<笑><笑>いうところでまあこの時得たねまあなあ中途半端な知識で進んでしまった結果大変なことに今なってるっていう、まあ、感じですけどねえー、とで制度厳しくするだけでは、まあ、改革にはつながりませんということで えっと手続き的な問題がなければ問題ないと考える姿勢では根本的な改革は実現できない <laughs> 手続き的な問題がなければ問題ないと考える姿勢っていうのは誰のことですかねはいで予算を使い切ることを目的とした無駄な税金の使い方や誰も必要なくなった事業にまあ多額の年が注がれそうとうですかねまあっていう感じですかね政治家は国民の代表として 私たちの税金を預かってますね。えっ、ー、と、今1.6億ぐらいありますかで、そのうちの1.2億散財しちゃいましたね。で、それを自身のお金以上に大切に使う責任がありますと。あ、はあ、という感じでね、ちょっと目の前がブーメランで目の前が見えなくなってきましたけども。あの <laughs> すごいよね。いやこれを過去に言ってたのもやばいですけどこれ今今再アップしてますからね再アップっていうか今これを出してきてますからね。で私たちの政党は子供に恥じないまっとうな感覚を失う大人の姿を示していくことを目指していますマジか。 でそれらを実現するために透明性と説明責任を重視し政治を行っていきますということで,、えー、っとですね自らが代表で呼ばれて法的に、えー、来なければいけないですねめっちゃ呼ばれている債権者集会をまあまあいわゆるバックレた人物がこのようなことをおっしゃってますとい <laughs> うこと <laughs> ですね、まあ、その前にも債権者の皆様には説明をいたし説明機会開きますって言ってたんですよ。 売ってたんですけどやらないしまあだから結果蓋を開けてみたらこんなひどい使い方をしていたっていうわけで,でまさに自分では透明にできないから、まあ、外部的にと言いますか、まあ、破産管罪人が透明にしたところを。 真っっっ黒だったっていうことでねまさに政治家って本当に真っ黒なんだよねみたいなことを自ら示してんのかなみたいなことをやってるっていう感じでねでさらに説明責任についてはねいかに果たさないかということで質問されたらブロック問い合わせ先作るけど都合の悪いことは反応しない対応しないみたいなことをやると。 いうことで説明責任を果たさないことそして隠すことによって税金をじゃぶじゃぶ使うという本当に分かりやすい事例を <laughs> あの <laughs> あの自ら提示していただいてですねあのそうですね場合によっては詐欺破産罪になるかもしれないようなリスクを背負いながら、まあ、このように政治家っていうのは真っ黒だよねみたいなことについて、まあ、明らかにしてくれてるということでございますというお話でしたはいであとですね はい、という感じで、えっと、こちらはみんなで作るとのね、まあ、ノートの方なんですけども、ちょっとね、もう肉球なくなっちゃったんでね、最近全く見てなくて、先ほど紹介したのがこれですかね、政治意識に対する考え方というところですかね。はい。あ、でもこれ1ヶ月前に出したのか、失礼しました。最近じゃなかったですね。あの、<laughs> いや、なんか、久々に見て載ってるから、最近出したのかと思ったら違いましたね。なんと1ヶ月前に出してたってことで、ミス、ドミスですね、これは。<laughs> 今見られることになると思ってなかったっつう感じでね。はい。というわけで、さすがにね、これを最近出したのはなかったか、本当に。まあ、その辺については失礼しました。訂正いたします。 はい。ということで、まあ、あとは、えっ、ー、と、前からなんかよくわかんない、そのカフェみたいなやつみ、みんなで集まるやつをやってるらしいんですけど、それがまた7月の27日に行われるということで、普通はね、まあ、あんなになんか、なんか真っ黒欠刑のものが出てきてですね、こんなのやったら、普通だった、普通の会社だったらね、債権者が押し寄せて、もう早く金返せみたいなね、まあ、いうことになるし、まあ、どこにお金消えたんだみたいなね、いうことを詰められてもおかしくないんですけどね、はい。 ということでまあございましたということです。はい。というわけでね、まあ、いずれにしても、あの、債権者集会の中身が出てからね、まあいろいろ分かりやすくって、まあ普通に、なんかあれを見て、がっくししたり、怒ったりしてるような方々は、まあなんか本当に、応援というか、本当に正しいと思ってたんだっていうので、まあ分かりやすいと思う一方ですね、いまあ、未だに守ってる人、さらになんか関係性がありそうな人々は、まあ、もらっちゃってんのかな、みたいな、その <laughs>、 いや普通にね活動費としてねもらっちゃってんのかなって思って。 ちゃうんですけどね。はいまあ、その辺が、まあ、どこまで破産管罪人がね追及するかどうかについては分かりませんけれども、まあ、今後この辺りについていろいろ明らかになっていくと、まあ、興味深いですよねお仕事としてその活動していたのかあるいは自主的にやっていたっていうのも含めてまあまあめくられていくんじゃないかというふうに思います以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね